魔力封じ、王族の血、王族の血。あなたが誘拐犯？まだ足りんのか？お前しか考えられないんだよ、犯人は。体の痛みは我慢すれば済む。僕も遅れを取るわけにはいかない。どうだ、僕の方がモブっぽいだろ。ダメ押しも完璧だ。これいつまで続くんだろうね。おそらく学園の敷地内で起きた事件ですから、私にも責任はあります。強敵に怪しいのは事実です。5日にわたる尋問にも口を割らなかった。ただ私は彼を信じたい。そうそう、シドを助けに行くのよ。邪魔しないで。多少の例外はあるようです。弟のために。おら、さっさと行け。傷はすぐに治るけど、それをやっちゃモブとは言えないしね。久しぶりアルファ。でも僕のサポート当番って今はベータだよね。連絡があって戻ってきたのよ。そっちは最近どう？当然、私たちの組織力の強化も、教団の調査をさらに進めているわ。着々と成長しているのよ。みんな普段は自由に暮らしてるんだろうけど、ありがたいことだ。こうしてたまに設定に付き合いに来てくれる。服くらい着替えなさいよ。無理。このままじゃあなたが犯人よ。だね。ってことは彼女まだ生きてるのか。王女誘拐は教団の手のものよ。目的は濃度の高い英雄の地ね。ロマンスは繰り広げてないかな。でももう少し私たちを信頼して。分かったよ。準備ができたら知らせをよこすわ。あなたはしばらくおとなしくしてて。ところで、あなたを尋問していたあの二人だけど、気に消しておいていいかしら。なんでさ、むしろ報酬を受け取るに値する。全てはこの日のために。そして偶然拾った幻の名画、文句の叫び。グラスもフレンチ製45万銭。王族狩りをしたのも、這いつくばって金貨を拾ったりしたのも、心が満たされる。全てはこの影の実力者コレクションを充実させるため。セット。その数114人。114人。申し訳ありません。エキストラでも雇ったのか。え？なんでもない。セット。全体指揮はガンマが、現場指揮はアルファ様が取り、我々は。おい、来たか。アレクシア王女の靴なんて持ってどうしたんだ？なるほど、そういうことか。ばっちり魔力痕跡残ってるな。抵抗するなよ。ま、お前にそんな。シド影の王女誘拐の罪で逮捕する。デルタか。皆殺しだ。騎士団は無用な殺生をしないわ。騎士団な。やめておけば嫌な予感がするのよ。だから言ったのに。やっぱりおかしかったのね。私、あなたのこと頭おかしいんじゃないかってずっと思ってたのさ。君は姉と比べられるのが嫌いだったね。凡人かどうか。我が名はシャドウ、影を狩る者。影に潜み